金沢作は、出羽国に置かれた古代日本の城作の一つ、五三年の役の舞台となった。正確な建造時期や場所は分かってはいないが、平安時代頃に、現在の秋田県横手市金沢にあったとされる。古代城作としての確実な遺構は発掘されていない、ものの、戦国時代の山城である、金沢城があった山が、否定地とされており、 本丸などから最古で旧世紀後半の遺物が出土している。ふもとに宇宙街道を望む。刺繍が断崖絶壁の岩山で天然の溶害をなし、数多くの堀を設けた堅固な作であったと言われる。清原氏の居城であり、御三年の役においては、清原家平、清原武平が籠城し交戦した。源義家も攻略に手を焼いたが、 兵糧攻めにより1087年に落城した。1458年には13代、南部森行の子、金沢右京之助が入り、1470年まで、居城とした。その後は、小野寺氏の家臣金沢権十郎などの居城となった。江戸時代、久保田藩主佐竹氏が秋田へ入部した際、居城の候補の一つとして、金沢に城を再整備する案が、 梶原正影から提案されたが、最終的に久保田城が居城となり、金沢城は一国一条令によって、廃城となった。現在は、金沢公園としてその後を留めている。五三年の役の際、源義家が愛用の兜を埋めたとされる、兜杉や竹平が隠れようとしたとされる、昼も沼、戦火を挙げた、鎌倉影正が建てた、影正公明塚。 氷楼湖跡や、当時の柱穴しが残っている。また、久北川の断崖下を流れる栗ア川に、右目が見えない片目かじかが目撃され、敵に右目をいられた後に、ここで目を洗った、影政の武勇を今に伝えるとされている。御三連の役に関連する史跡が点在している。ありがとうございます。